お会いした時に卒業の話されてた英語の桜の木でした。でそれもね聞かせてもらってたんですけど、その時にちょっとチェリーブロッサムって書いたんですね。で私が使っている包丁の中にチェリーブロッサムっていうのがあるんですけれども、でそれも今日お土産にしていただけるっていうことで、
うん、